サンフロランイコールルイコールビエイユは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、メーヌイコールルイコールロワール圏のかつてのコミューン。2015年12月15日より、新設されたコミューン、モーシュル・ロワールを構成する、権限委任コミューンの一つとなった。サンフロランイコールルイコールビエイユの一毛獣地方北部にある、サンフロランイコールルイコールビエイユは、県西部、 ロワール川左岸に位置している。アンジェの西約4 0トル、南都の東約5 0トルに位置する。コミューンは、ボープレオ方向にある、コミューン中心人口集会の南3キロメートルに位置するラブトゥシェール集落も含んでいる。我々は、旧市街を構成するモントグロの地区の古い住宅が並ぶ様子、ロワール川を見下ろす、修道院付属協会、庭園を、 山の手から見ることができる。コミューンは南側で108メートルから62メートルになる高台の上にあり、北に向かって徐々に低くなっていく。コミューンの北東にある川に突き出た岬では高さは48メートルになり、川に向かって急激に低くなる。コミューンはシルル気後期にできた編成岩の上にある。コミューンの北側の境界全体が ロワール川と川に浮かぶ小島と接している。コミューンと川は4 5トルにわたって接している。西側にはロワールに合流する前に北に向かって流れるエブル川がある。エブル川はサンフロランイコールルイコールビエイユとマリでラシャペルサンフロランを隔てている。南に行くとムランモロー川である。東側には南から北に流れるディール川が サンローランデュモテとの境界になっている。路頭から眺めたロワール川8世紀にサンクトゥス、フラレンティアスでグラのアンフラパゴピカテイボとして言及されている。セーフロランは修道院の守護聖人である。グラナはケルト語で高い場所を意味するグレンから派生している。アンフラパゴピカテイボはもともとこの場所がアン十両とは考えられていなかったことを示している。 修道院は824年や847年のようにいくつかの文書に記載されている。843年、モネステリアム・ソンクティ・フローランティー・カンストラクトム、スーパー・アルビアム・ライグリス・インパゴ・ビデラ・セット・メデルジコの名が記されるが、パゴ・メデルジコは、モージュのペイグスを意味する。1793年、国民公会は、キリスト教に関する名称を放棄しようという。 試みから、サンフロランの名を捨てさせ、モングローヌと改名させた。グロヌ山の眺めロワール川とバタイユーズ、島戦士時代や古代の定住地跡は、わずかしか残っていない。ラブトゥシェールの近く、ラリールの近くにある、ストーンサークルの名残がそれである。しかし、ストーンサークルの最後の名残は1954年に消滅した。 トゥールとナントの間を通っていたローマ街道は、現在のサンフロランの町の南側を通っていた、可能性がある。15の磨かれた斧、聖堂の斧、聖堂の剣は、人間が定住していた証である。4世紀、インジャフロラン男獣ンは、クロヌサンにいた。この門とグロンとは川に突き出た岩の路頭である。弟子たちの協力を得て、彼は教会を設立した。 修道院付属教会は7世紀の終わりに建てられ、後にサンソブールに捧げられた。8世紀終わり、院長はバルディウス指導のもと、周囲で修道院共同体を治める組織ができ始めた。カール大帝は修道院を再建し、大理石と見事な建築を装備させた。また、そこには聖杯と呼ばれる酒が授けられた。累計剣王は、イタリアの修道士たちに、 修道院を渡し、修道院はベネディクト会の戒立で治められるようになった。修道院の富が年代期で称えられている一方で、この土地はフランク人とブルトン人の緊張関係の中心にあった。849年、ブルトン王のみのエはロワール川を越えて修道院を包囲し一部を破壊した。修道院は後に、 シャルル二世とノミノへの協力を得て再建されている。旧世紀半ばのバイキングの出現は修道院にとって致命的であった。853年の6月から7月にかけて彼らは修道院を略奪して放火し、川に浮かぶバタユーズ島に港と要塞化した駐屯地を築いた。この駐屯地から彼らはロワールを登り、 ボアティエ近くの支流まで移動が可能になった。彼らは873年にシャルル2世に駆逐されるまで繰り返しアンジェの町を落としている。彼らが唯一退けられたのは936年から937年にかけてでなんとハクアラン・バルブトルトによってである。バイキングの襲撃に直面して修道士たちは生物を抱えて避難した。 彼らは860年に一度帰還したが、865年にサンサバン修道院に、その後866年から881年にサンゴンドン修道院に逃れている。彼らはトゥルニュのサンフィリベール修道院で暮らしていた時期もあった。クロヌサンに戻ってくる代わりに、修道士たちはソミュール城近くでサンフロランの共同体を再建し、 サンフロランド・ソミュール修道院、通称サンフロランイコールルイコールジューヌを創設した。グロヌさんのかつての修道院はサンフロランイコールルイコールビューとなり、修道院という単語で呼ばれ続けながらも小修道院に転換された。路頭北側にある中世の防御壁線25年、アンジュくフルクネラがソミュール攻略の際にサンフロランイコールルイコールジューヌに火を放ったため、 院長フレデリックと8人の聖職者たちは古いサンフロランに避難した。ソミュール近郊に戻ると彼らは1036年に新たな教会を剣道し宗教生活を復活させた。アンジュー・ハク・フルクネラは1005年に猛獣を手に入れ白領に併合していた。この併合にはソミュールのサンフロラン修道院と提携するグロヌサンのサンフロラン小修道院の土地、そして ソミウールを所有する、ブロア博の影響を受けた地は含まれなかった。1025年に、フルクネラがソミウールを手に入れたことで、サンフロランも博領に組み込まれた。フルクネラは、地世の間、ロワール川を見下ろす路頭の上に要塞を築いた。彼は、モットの上にダンジョンを築いた。このモットは現在でも見られ、アングレーム公爵夫人の記念碑を支えるため、残っている。 古くの古女フロア2世は防御壁によって修道院と近接する町との防衛を強化した。修道士たちの土地の防衛を委託されていたためである。女フロア3世はよそ者を呼び出していないのを条件に修道士たちの権利を確認した。1130年に女フロア4世は修道院の土地にコミューンを作らないことに同意している。古い不当百3 4 3年。 塩に課税する塩税務所制度を確立させたフィリップ6世の命令によって塩の販売は国家が独占することになった。アンジュは高等塩税務所管内の一部となった。高等塩税務所は16カ所の特別法廷、または塩蔵を管轄していたが、その一つがサンフロランイコールルイコールビエーユにあった。1369年11月24日。 ペンブローク博、ユーグド・カルバリー率いるイングランド軍が安住に進軍するという差し迫った脅威の影響から緊急に防衛の強化が必要になり、シャルル5世は特許状を出してサンフロラン修道院を承認した。1423年、町の住民たちは防衛設備修復の費用にと1 0リーブルを修道院に寄付している。1426年の聖アンドレの日、 野党の集団が壁をよじ登って街を襲撃しようとしたが無駄に終わった。ユグノー戦争の最中の1591年、メルクールコートスペイン人戦闘員で構成される彼の軍はまさに岩の路頭の防衛設備を追いつくし、王家の守備隊が防衛していたにもかかわらず、12月18日には防衛を突破した。退却する前に、 守備隊は防衛設備を破壊しなければならなかった。1641年、コルドリエ修道会の住宅が村の中にできた。コルドリエ会修道士は1667年に40人、1699年には20人いた。18世紀、町は住民集会によって毎年選出される住民代表者によって行政が行われていた。町には、 コルドリエ改修同士が運営する学校、病院があり、修道院近くの不労者が集まる場所には、スラム街があった。1757年、病人のための救命救急所が作られた。川港は、タバコ倉庫を持つ小取引の場だった。塩もそこに収められ、港からはワイン、麻、穀物が出荷されていった。ロワール川における物資の往来を管轄したのは、港湾町であった。 1789年当時、町の人口の20%が聖職者、31%が小崎実り、17%が職工と防石工であった。1789年三部解消集により会議が開かれた。第三身分陳情書では、徴税人によって住民たちがこむった苦痛、条約によって、 貿易の障害が生まれたこと、モンジャンイコールシュルロワールとサンフロランの間のロワール川に堤防を完成させてほしいとの要望が書かれていた。最初、革命は住民たちから歓迎されていた。サンフロランは1790年から1795年まで将軍長が置かれていた。しかし、聖職者民事基本法が出されると、好意的な傾向は逆転した。 サンフロラン司祭ミシェル・フランソワ・クジュジェは先生を拒否し逃亡した。彼は住民の助けを借りて教区の近くに潜み国外追放を逃れた。ジョニー司祭もまたかくまわれたが最終的には発見され、1798年から1800年まで追放されていた。先生司祭にはアントワーヌ・バレが任命された。村では教会資産は没収され、 修道生活を放棄する意志があるかどうか居住者たちに尋ねた。7人のベネディクト会派修道士のうち4人が拒否し、コルドリエ会修道士13人のうち9人がこれを拒否した。戦争によって破壊されるか損傷していた修道院建物は没収され、1796年から1798年の間に売却された。 1793年3月10日の日曜日、フランス革命軍への登録数減少に直面して、国民会兵令である30万人母兵令が発表された。法を読んだ検事大リデュバルは数名の人々に暴行され、彼らは逮捕され、牢に放り込まれた。翌3月11日、先制司祭、アントワーヌ・バレは、アンジェからサンフロランに援軍を送るよう要請した。 所管によって200人の武装した男たちが送り込まれた。県から送り込まれた隆起兵はたった25人で、自らが被害を被ることを恐れる隣接コミューンは、援軍の提供を拒否した。負傷したレスキュール将軍がサンフロランからロワールを渡るジュール・ジラルデが1882年3月12日、木曜日、鐘が鳴る中、若者たちは、 徴兵をくじで決めるため町に入った。彼らは親戚や友人を連れており、合計で600人から4000人になっていた。彼らの一部は、銃や棒、大釜で武装し、白い花型の帽子をつけていた。彼らは、ボアンモージュ、ラ・シャペル・サン・フロラン、サンイコールカンタンイコールアンモージュの市長たちに、地区の紳士たちへのくじを延期すること、彼らに武器を提供することを要求した。 自治体の役員ジャコブは地区の役場が置かれている旧修道院の前で群衆に対処することに決めた。群衆はブーイングを飛ばし、憲兵たちのサーベルの平たい部分を叩いて妨害した。群衆の怒りが爆発し、ジャコブが殺害された。地区役場に設置されていた2つのカルバリン砲が群衆に向けて発射された。4人が死亡し、40人以上が負傷した。徴兵された者たちは、 奉仕や愛国者たちに襲いかかり、数名を殺害し、その他の者たちは窓から逃げ、建物の中は略奪された。公文書や愛国者の祭壇が燃やされ、愛国的ブルジョワ階級の住宅は略奪され、放火された。これがバンデ戦争の始まりだった。放棄翌日の3月13日、ラシャペル・サン・フロランにあるラ・バロニエール城の城主ボンシャン公爵を迎えに、 武装集団の代表が現れた。彼らは、ボンシャンに軍隊を指揮してほしいと要請した。当初は、消極的であったボンシャンは、最終的に要請を受け、放棄の狩猟になった。先制を拒否してかくまわれていた、グルチジェシサイは、白旗を祝福し、彼らは手、デウムを歌いながら、町へと進軍した。ボンシャン指揮のもと、反乱軍は、 モンジャンシュル・ロワールの守備隊を追い払った。ボンシャンの死、ジョルジュ・ドゥ・ジョルジュが、1837年1793年6月23日、タヤスク・アンジェを攻略した後、カトリック王党軍は6月29日に、ナントを攻撃した。ナント遠征は失敗し、バンデ軍の総司令官、ジャック・カトリノーが致命傷を負った。カトリノーは、サンフロランイコールルイコールビエイユに運ばれ、 1793年7月14日、この地で死去した。彼の遺体は、サンフロランのカトリノーレイハイドに埋葬されている。10月17日の初での戦いでの敗北に続いて、バンデ軍は、ロワールガ市に戻り、川を渡って、北に進軍しようとした。ガレルヌの方向の始まりである。10月17日から18日にかけて、彼らが川を渡り、 共和国軍から逃れるため、ボートが使われた。反乱軍とその家族、負傷者、女性、子供からなる数万人がロワールーガンに渡った。ボンシャンは戦闘で致命傷を負い、瀕死の状態のママサンフロランへ運ばれた。およそ5000人の共和国軍の捕虜がセブロン・アルゴンヌによってサンフロランの境界に閉じ込められていた。バンゲ幹部たちは、 この大勢の捕虜たちをもはや連行して川を渡らせることは不可能であると認めていた。捕虜たちを銃殺することに決まったが、幹部たちは命令を下すことに躊躇した。バンデの群衆は共和国軍捕虜の存在を意識することになった。ボープレオの病院で400人のバンデ軍捕虜が虐殺された知らせが届き、彼らは共和国軍への報復のため2台の大砲を 設置したのである。死に行くボンシャンは次のような命令を下した。ボンシャンの夫人が回顧録に以下のように記している。ドートリーシャンは町の北側に向かい、そこでバンデ軍兵士に対処した。彼はボンシャンの書簡を読み上げ、叫んだのである。捕虜たちに特赦を、ボンシャンが命じた。そのボンシャンは瀕死の状態なのだ。同志たちよ、君たちは、 私の人生最後のこの日まで私に従って来てくれた。君たちの司令官として私は捕虜たちを許すよう命じる。もし死に行く指導者が君たちよりも多大な力を持っているならば、人間性の何を置いて、神の何を置いて、君たちが戦うならば私は君たちに来う。同志たちよ、もし君たちが私の命令と祈りを無視するならば、私は捕虜たちのただ中に加わる。 もし、君たちが撃てば、最初の銃弾が私に命中するだろう。共和国軍捕虜たちは解放された。マリレ礼拝堂のステンドグラス。マリレで銃殺される人々10月19日、午前3時、共和国軍のオートビル中隊長を率いる、景気兵の第一次文献隊が、ベステルマン率いる第二次文献隊が、サンフロランに入ったが、街は閑散としていた。バンデ軍は、 全員は、ロアール北岸に渡ったのである。シャルルとボンシャンは、わずか4時間前に、ラメイレで没し、遺体は、バラドの墓地に埋葬された。素早く、解放された、共和国軍捕虜が集まったことについて、国民公会議員、アントワーヌメルランド・ティオンビルは、公安委員会にあててこう記している。デルベは、致命傷を負った。ボンシャンの余命は、あと数時間だろう。 ここでは彼らを臆病な国族と呼んでいるが、彼らは我々の4000人の捕虜を解放したのである。これは真実である。私は元捕虜たちが口々に同じ話をするのを直に聞いたのだから。信じられないほどの偽善的な行いで一部の者たちは心を揺さぶられた。奴隷によって生を手に入れた自由市民。これは革命的ではない。 国民公開に話すことすらできない。強盗たちは新聞を書いたり読んだりする時間がない。この出来事は他の些細な出来事と同じように忘れられてしまうだろう。バンデ軍のサンフロランからの退避に伴い、共和国軍のジャン・フランソワ・ムーランが指揮する軍が、囲碁町を制圧した。1793年12月18日、彼はバンデ軍の一部の者たちに、 国民公会の御謝令を適用した。翌日、勇気づけられた、バンデハントラ492人は立ち去っていった。12月22日、ここには1200人の捕虜がいた。彼らは、レポンドイコール星やマリレに連行され、そこで銃殺された。サンフロランの修道院付属協会は監獄に変えられ、そこには、女性や子供を含む、数千人が閉じ込められていた。 3月25日、マリレで2度目の銃殺刑が執行された。殺害の任務を負ったのは、サンフロランイコールルイコールビエイユ守備隊の一部で、マクシマンリグロ将軍が指揮していた。犠牲者の中には、多くのサンフロラン住民が含まれていた。歴史家セレスタンポールは、レポンドイコールセの銃殺刑での犠牲者数を、数えている。アンジェでの死者9人、サンマロでの死者1人、 アランソンとなんと各一人、サブネでは34人だった。少なくとも、他に十2人がドゥエラ・フォンテーヌの監獄で死に、5人がアンジェで、8人がモントル・ユベレで死んだ。サンフロラン住民から出た犠牲者の一人、ルネリ号は、1984年に列服されている。半島を粉砕してからずっと後に行われた、地獄部隊による銃殺と侵軍が、半島を刺激することになった。 1794年5月20日、町の住民は、共和国軍によって立ち残された。バンデ軍は、力でそれを覆そうとした。1795年3月16日、共和国軍によって、戦いが再開された。3月22日に起きた、サンフロランイコールルイコールビエーユの戦いでは、ストフレ率いるバンデ軍が敗北した。息きそし、彼らは、 漏れぶりへの森に身を潜めた。3月26日、彼は休戦を要請し、その後5月5日にバラドで和平に調印した。バンデ戦争で町は荒廃する運命をたどった。村では無傷で残った住宅は1軒だけで、他は全て損傷、または破壊されていた。コミューンは住民の大半を重殺や難民となって失った。 1793年に2800人いた人口は大規模な後輩のおよそ5年後である1800年には1433人となっていた町はバンデ戦争後に再建された戦争の記憶は生々しく残っていた1823年9月22日大大使妃であるアングレーム公爵夫人が船でなんとから サンフロランイコールルイコールビエイユを公式訪問した。彼女は大勢の群衆に歓迎され、そこで公爵夫人はバンデ軍の元兵士に話しかけた。1825年、ボンシャンの墓がサンフロランに建てられた。彫刻はダビド・ダンジェが担当し、公的な応募によって集まった資金で記念の円柱も建てられた。1828年、ベリー公爵夫人も サンフロランを訪問し、英雄の艦隊を受けた。1852年、アンジェ司教とナント司教は、サンフロランとバラドの間に架けられた橋に祝福を授けた。19世紀、サンフロランの人口が大幅に減少した。通称は、水上交通を基盤としていたため、鉄道とさらに競わなくてはならなくなり、徐々にロワールの水運が衰えていったためである。 第一次世界大戦でのサンフロラン出身の戦死者は84人だった。私立の男女共学学校が1926年に開校した。第二次世界大戦では住民十人が犠牲となった。1940年に橋が破壊された。橋の再建は1954年まで待たねばならなかった。2015年10月5日の献上令によって、 公式にコミューン・ヌーベルのモーシュル・ロワール創設が発表された。コミューン・ヌーベルは自治体間連合を構成する11のコミューンが合併して誕生した。参照元1962年から1999年まで人口の2倍カウントなし。1999年までイヘス・カシニー2004年以降 INSEE コミューンは フランスのサンフロラン協会に加盟しており、サンフロランの名が含まれるコミューンと協力関係にある。姉妹都市となっているのは、ハンガリーのティハニである。ありがとうございます。